皆さんこんにちは、セイキンゲームズインファマスセカンドさんパート15へようこそ。前回までのストーリーは概要欄の再生リストよりご覧ください。前回ついにビデオパワーを手に入れまして、これでスモーク、ネオン、ビデオ3つのパワーが使えるようになりました。今日せっかくなので新しく手に入れたビデオパワーを使って次のミッションをやってみたいと思います。さあ早速行きましょうか。めっちゃこれ飛べるからね、ビデオパワーひわーって結構空中でこう止まってられるんですよね。さすが天使のパワーって感じだね。ファイ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 、ちょっと受けるんだな、こういう風にほっ。長い滞空時間ですね、素晴らしい。よし、ということで今日のミッションはですね、なんだ町のリーダーにならないかってなりましょうか。今日のミッションはこちら、天使の羽ばたき、行きましょう。おい友人、開けろ、俺だ。天使。なんだ、引っ越しでもすんの？準備万端。じゃあ始めようぜ。でも表に出るのは君だよ、僕はただの裏方だ。はほら、ステルスだ。うん、ステルスね。よし、作戦は立てたか？ああ、僕らが逃がしたバイオテロリスト容疑者たちを覚えてる？僕らってよりも俺一人だったけどな。まあ、いいや。アクラのギャングが容疑者たちをこの近くの建設現場で拘束していて、 DUP にまた売り飛ばすつもりみたい。じゃあ、俺らでぶっ飛ばすか。ああ、僕の友達がそっちに向かうようにするよ。その、友達って天使の部隊のことだよな。 RPG 仲間のレニー君じゃなくて。そんな友達友人、マジで少しは明るくなれよ。なるほど、建設現場に向かえということですね。行きましょう。友人の代わりに手柄を立てるということですね。行きますか、ビデオパワーで登っていけ。俺は着いたぞ、友達は。今向かってるけど先に中を見といてよ。天使は狭いところが苦手なんだ。天使が兵所恐怖症？最高。他に頼れる特徴は？ あとは水も苦手かな。俺もだ。エレベーター室を探索しろ。行きますか。ここだよね、エレベーター室って。これだな。しかしマップを見るとやばいぐらいの敵の数になってるけど、これ大丈夫かこれ。下に行けってことか。ここはですね、何重にもなって下に道があるので、よし、下に向かいます。やべ、早速敵だけど、これ倒していいのこれ。おらー、こいつら何なの。ちょっと待って、ちょっと多すぎてちょっときついな。ビデオパワーはね、これ強いんですけど、ただ遅いんだよな。やばいやばいやばい、これ結構やばいな。うわー、見えないぞ見えないぞ、これやばいぞ。おー、ちょっと待って待って、やばいやばい。くっさー、分かった分かった、いいよ、おとなしくしろお前ら。おーらー、こいつら何なの、こいつら。おーらー、しゃーやばい。よしよしよし、ビデオパワーの本領発揮だ。おーらー、ものすごい威力なんですよ、とにかく。よし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 、こいつら外人だな。おら、探して。オッケー、いる間はね、コンジットを探すのね。はいはい、やべえ、やっけえ、倒すのは気持ちいいね。おらおら、うまく、おい、おとなしくしろお前は、こいつら。おら、よしよし、あとは敵だらけだな。しかしとりあえずエレベーター室だ、こんなの。特にいないっぽいね。もっと下に行けってことだな。 OK、 何語でしょうか、何語で喋ってるかよくわかんないね。さらに下に向かいます。安全第一。ヘルメットはどうした？はい、敵だらけ。
ビデオパワーで来いよ。俺ら全部倒してやるぜ、お前ら。うわおら、しゃお前らなんぞに負けねえんぜ、ビデオパワー。おら、オッケー、よっしゃ。やばいやばいやばい、やばい、ちょっと食らったな。ちょっと逃げて。うわ、なんだ、おい、ふざけんな、DUP じゃねえか。うわ、敵だらけなんだ、やばいね。しゃっ、さあ、ちょっとまずいまずいまずい、逃げて逃げて逃げて。ちょっと、押しつけ、じゃあ逃げろ。よし、じゃあこういう時は必殺技を使いましょう。おら、天使行け、攻撃してくれ、天使を。そして、ミサイルだ。おら、おー、ミサイル食らっとけ。よーし、おら、どんどん使っていけ。うわー、しゃ、一気に倒したな。ふビデオパワー使いこなすのは結構難しいですね。おら、よっしゃ、星のマークはね、エレベーターのとこなので、ここだな。さあ、コンジットはどうだ、これか。よーし、くっ、さあ、いないようだね。もう一個下か。え、まだできんの？いや、これ普通に DUP だな。DUP にバレたっぽいな。まあいいさ。エレベーターとかに行こう。とりあえず、本日、あ、ここだ！間違いねえ。シャックス！アクラは隠すのがうまいな。おいおい、ヘリの音がするぞ。何？いや、DUP のヘリがコンテナを運ぼうとしてるんだ。中身はコンジットだな。なるほど。ビルの屋上に向かえ？OK。それは外から行った方が早いな。よし、ここをじゃあ飛んでいこうじゃねえか。オッケーよ。遅すぎた。まだだよ、天使が見える。ヘリが屋根から離れないように邪魔をさせるから、君はコンテナに飛び乗って。コンテナに飛び乗って、ビルの4階から浮かんでるコンテナに飛び移るんだな。こんな面白い体験、これか。外に出ないとできないぜ。乗った、超すげえんだ。乗ったぞ。コンテナに取り付けてウィンチを破壊しろ。よくわからん、これをこうすればいいのか。おい天使、行くぞ。オーケー、わかった、わかりました。コンテナを落とせばいいんだ。なるほどね、オーケーです。オーケー、わかったぜ。次のヘリに向かいましょう。あの星のマークだな。あれだ、どうやって飛び乗る、あそこに。はぁー、オッケー、よし、よし、乗ったぜ。空中サーフィンだ、来た。よし、来ました。もう一つ行くぞ。オッケー、もう一つだ。あと二つか、ターゲットは。オッケー、任せて。オッケー、しゃ、とにかくまず高いところに乗らないと。よし、ちょっとビデオパワー吸収したいけど、あそこにどうやって乗るかだ。いい、オッケー、スッ、オッケー、スル、うわっ、スラ、オッケー、オッケー、スラ、オッケー、ぶち壊したぜ。オッケー、パチ壊した。飛んでいけ、あと一つか。残りターゲット一つだ。ビデオパワーを吸収。あれ違う、あれだ、あっちに向かうんだ。ビデオパワーいいね、空飛べるからね、結構。あれに乗るしかないんだ。しかし高いところを飛んでるな。 OK、 こっちから攻めて上まで飛ぶぜ。これはどこまでもいけるんだ。よし、あれだ、よし、飛んでいけ。あら、あれにうまいこと乗るんだ。いい、オッケー、乗ったぜ。最後の一個、バチ壊し、バチ壊し、オッケー、壊した。すべて切り離したか。残りまだ星が一つ出てる。まだ一個あった。あれだ、
よし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 、任せておけ。残りの一つか、あれで。しかし待てよ、どうやって乗る。よし、こっちか。移動しよう。高いところから移動しないとね。よし、どうだヘリは。痛い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 、あそこだ。オッケー、飛んで。よし、あと狙いを定めて。やべ、プロペラに巻き込まれる。オッケー、よし、最後の一個パチかして、パチ蹴って、これで最後だ。オッケー、終わったぜ。最後のコンテナがデニー公園にあるよ。何？ TUP の奴らが着く前にコンジットたちを助けないと。オーケー、ここか。こいつらは絶対に渡さねえ。 TUP を倒すのか、最後は最終的に。やっぱりオーケー。どれだ、コンジットを守れ。どうやって守ればいいんだ。こいつらか。おらっ、見て、おい、ビデオパワーを任せて。ちょうどいいところにちゃんと吸収できるアンテナがあるな。よし、お前らは全部倒してやる。ほらほら、オッケー。さあ、コンジット守るんだ。敵だらけだな。しかしお前もか。ほらほら、よし、オッケー。よし、とにかくコンジットを倒すな。お前は取っておいて。よし、オッケー、いいよ。まだいるな、岩野郎め。ああ、よし、やばい、コンジットごめん、天使よごめん、お前、よら、しゃあ、なんか狙われてるぞ。DUP の車め、破壊しとけ、しゃあ、やばい、よし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 、これどっから狙われてるんだろう。とりあえず残りの DUP はどこだ。もう一匹いるな、この辺に。お前だ、クラッオーケー、よっしゃ、オーケー。倒したんじゃないの、まだいるな。なんだこれ。友人、天使が余ってたりしないか。あいつだ。あ、いるけど少し時間が。あいつはちょっと強いやつ。時間なんてない、あと2分もすれば使い切っちまうんだよ。ダメダメダメ、こんなはずじゃなかったのに。今さら逃げるんじゃねえぞ。僕にはもうこんなことできない。よし、天使を。友人、おい、こら、貸してくれ。友人、友人、嘘だろ。俺を見捨てて逃げるなんて最低だぞ。こいつはあれじゃねえか。ほら、ちょっと敵は強えな、おい。くそ、まずいな、これは。これちょっと結構まずい展開だよ。やばい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 、これ結構まずいぞ。よし、スモークパワーに変えるか。しゃ、やべ、やばいな、これ。あいつら強いんですよ。得意のスモークパワーに切り替えだ。おら、まだね、ビデオ難しいんだよね、やっぱりスモークパワーの方が使いやすいわ。よし、いや、しかし強いな、こいつら。おら、しかしどこでスモークを吸収する。やばいやばいやばい。待てよ、いいよ、友人参上。友人、来た。お前なのか。友人、あいつは強いんだ。マジで覚悟するんだ。友人、よろしく頼む。これを壊すんだ。やべ、あーやべ、ちょっとどっか狙われてんの、もう。よし、これを壊して。なんか壊さないと、スモークパワーを吸収しないとまずい。よし、おい DP、 お前どうしろ、このこいつら。ほら、それ天使さん、弱らせといたぜ。友人、この後でこいつのやり方教えてくれよ。貴様にその価値はない。天使のお前は本当に嫌なやつだな。なるほど。うわっ、天使になると急に強くなる、友人。てか、めちゃめちゃ敵だらけだな、おい。半端ねえ数になってるぞ、こいつら。おら、参ったな、これは。ちょっと、うわー、くそ、
お前吸収する暇もねえぞ。あれ、よっしゃ、イエーイ、ほら、この野郎、飛びかけたね。し、あとは待て、今でかい今野郎いるの。いや、あれは倒してくれたっぽいな。あとちょっとだ。大丈夫だ、できるぞ。あとはどこだ。もうなんか天使が強すぎて、むしろ僕のあんまり力は必要ない。よし、よし。で、現実世界に戻れたのは誰のおかげだ。ああ、君のおかげさ。もう一回人を信じてみるよ。人間を代表して礼を言う。うん、でもまたがっかりさせられたら地獄の炎を浴びせるさ。その調子だ、頑張れよ。クリアしました。ミッションクリア、天使の羽ばたき。ユージーン頼りになるね。デルシー、近くにテレビは。ユージーンの件以来常にそばに。タワーの爆発について報道があったんだが、すぐに撤回された。見晴らしのいいところで状況を見てくれ。なんだって、星のマークが出ましたね。あっちだ、あのビルですね。ということでビデオパワーに切り替えましょう。もう一度ビデオパワーだ。これをなんとか使いこなせるようにならないとね。そして飛んでいきましょう。ウィー、そっ、うわ、オーケー。さあ次のミッションはこちら、帰還。次回パート16でお会いしましょう。 See you next time。 僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。 PC の方はこちらのボタンをクリック。スマホ、タブレットでご覧の方は動画概要のリンクから。ぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。